こ俺たちの未来 I will never let you go。 もっと君を知りたい、ずっとずっとそばにいたい、グッドグッドゾーン放渋滞 I will never let you go。 違う空の下で傷だらけの翼砕いて世界は涙さえ輝かなくて Try, try 瞳で見て Try, over 雲隙間から刺す光のように君はそこで笑ってたんだ。しかめしかれ合っていく心に理由なんていらない。愛してる愛してる絶対に離さない。愛してる愛してる絶対に揺るがない。命がその笑顔を決めるように守り続けると、命がこの命君の明日照らし続けると、 I love you forever ラタタタって君に捧げる。同じ匂い同じ時同じ景色同じ温度近く感じる。君を強く求めている。初めだけ体も心も深く深く行こう。愛してる愛してる絶対に戻れない。愛してる愛してる絶対に止まらない。辿り着くために生まれ落ちた二人だから、世界が揺れやむような幸せをきっと君に贈ろう。愛してる絶対に、愛してる愛してる絶対に離さない。愛してる愛してる絶対に揺るがない。君がくれた優しさが今日の僕を強くする。グリップ握れ、さあ始めよう。僕には何もなくてあいつに勝てる気は今はまだしないよ。だってあいつはカリスマ、それな僕はのモブ、医者なんて程遠い。君が僕を見つけたらたくさん笑ってくれるかな。
がかける言葉に何度救われたんだろう。君がくれた優しさが今日の僕を強くする。 B ボタン連打、時には逃げれる。君がくれた優しさが今日の僕を強くする。君の勇者になれてる。グリップ握れ、さあ始めよう。したよ。体は微調整でやろう。高くて止まれないけど心は熱い。君に月もし会えたら素顔にこう伝えたいよ。僕を強く引き立ててくれてありがとう。君がくれた優しさが今日の僕を強くする。略そうまずい、君の子はキモい。君がくれた優しさが今日の僕を強くする。君の勇者になれてる。グリップ握れ、さあ始めよう。これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか。はい、誓います。君がくれた優しさが今日の僕を強くする。魔物はいつも暗いとこにいがち。君がくれた優しさが今日の僕を強くする。君の勇者になれてる。グリップを置き二人で眠ろう。ありがとうございます。SAB 東京にお越しの皆さん、そして配信をご覧の皆さん、こんにちは。僕たちがウィークボイスです。よろしくお願いします。早速自己紹介いってきましょう。はい、柑橘系男子オレンジ担当日向です。よろしくお願いします。はい、高校2年生16歳キロ担当タンタンです。よろしくお願いします。はい、ウィークボイスの生徒はセンター赤担当光栄です。よろしくお願いします。はい、ウィークボイスリーダー白担当亮です。よろしくお願いします。はい、ウィークボーイズ1高身長183センチ青担当春です。よろしくお願いします。以上5人で僕たちウィークボーイズです。今日スパノーバネクストみんなで一緒に盛り上がっていきましょう。イエーイ。はい、僕たち今5 days 中ですね。はい、2 days 目がスパノーバ、ね、スパノーバ、はいはい、中野坂上、はい、明日明後日も、明日明後日はね、僕たちの夢のホームタウンでライブがあるんですけど、はい、そうだね、舞浜ね。それ多分ディズニーだね。それはディズニーだな。そう、本当の夢のやつね。え、どこでやるんですか。小江くんちょっと教えてあげてよ。あの、埼玉の夢の国西川口というところでね、はい、僕たち専用劇場がありまして、明日が土曜日主催ライブ、はい、こちら1部2部無料、こう無料でして、はい、そして、あさっては単独公演やるんですけども、はい、あさっては西川口じゃなくてね、九段社なんですよ。九段社なんですか。そう、九段社、あさって九段社でやるんでね、よかったら皆さん九段社に来てください。あの、ちょっとよく分かんなかったらね、あのツイッター見てるところが分かると思うので。え、マジで今回の告知画像あれ神ってない。あれすごい、ね、本当にもう九段社でライブやるんで、ぜひね、もう来てもらえれば分かるかなと思うんで、皆さん楽しみにしてください。本当に九段社行っていて、本当に九段社行っちゃいするかもしれないけど、一応場所は西川口ですね。西川口だけど、まあ最寄りは九段社かな。そうありがとうございます。意味深なこと言ってきますね、あえて。ツイッターぜひ見てください。お願いします。それはまあ明日も明後日、明日明後日もライブがあるんですけど、やっぱりライブあるってことはやっぱり会いたくなっちゃうよね。そうだね、みんなに会いたくなるよね。やっぱり会いたくなっちゃうよね。やっぱりね、俺もやっぱりみんなに会いたいなって思うんだよ。ってことは、もしかして、じゃあ次の曲はフレイム。
やっぱりな、やっぱり俺もフレームやりたかったんだけど、はい、ソロタイム入る。何がいい、やっぱり春。皆さんタオル振る揺れがあるのでペナルティください。それでは最後みんなで一緒に盛り上がりましょう。やっぱり会いたい。さあスパイのネクスト、皆さんラストの曲です。全力で盛り上がっていきましょう。ペンライト振ってくれた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。僕たちウィークボーイズは SNS もやってるので皆さんぜひチェックしてください。以上僕たちがウィークボーイズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。じゃあね。